3人とも。神器はどうしたの？なくしちゃった。売っちゃった。取られちゃった。ありえない。そんな状況なのに、7つの滞在結成時にリオネス国王から賜った神器を売った。店の資金がかかっちゃって盗まれた。投獄された時にな。僕ってばダメな子。なくしちゃったものはしょうがないよ。